たまたまその要するに NTT からそのこのソフトバンク帝国に変えたもんやけ、このうちの方の店にかけるのにはタダみたいな内容なといい携帯やったんですよ。ただそれは解約した方がいいちゃうよ。いやいやだけ、要するに新しく自分の名義で作って、それを解約ってしたっちゃばって、それを昨日の今日やけどね、もう一ページそれはなかったことやで、新しくつけるっていうのはするから、もう一つの方はそのまま生かしたまま、ただ電話機だけを変えるっていう方向にちょっと変えてくれんかって、今朝一で電話しとったところ。ね、そしたら、一つ置いとけばいいじゃん。で、一つは持っていくっていうのでね。うちのスタッフがみんな自分たちがそのソフトバンク持っとうなら一応待て、英雄の人もおれば、おるけんね。で、ここ一本だったらみんなソフトバンクが使えなさいっていうのが変な話でしょ。だけ自分のところのね、のに置いとかないから。全部一緒にしたの。ほんとだ。便利は。ほんとだ。そして電話料金もね、そういうこと。ホワイトプライアンで。そう、これ変わってる。そういうこと。だけ要するに、お店内藤時間はただやんないけど。だから、気軽に何でも連絡を、これを話し出せて、言いやすいでしょ。そうそうそう。だけ本当はみんな同じソフトバンクしてもらっていいんだって。でも、それ強制するのは、ほら、ちょっと話が違うでしょ。ね、そのわけ。だけお店用に一つやっぱ用意しとかないかね、っていうので、二つとかの、こう、人たちが、ハーブネイビーしとったら、いちいちそれが、ハーブ電話でかわけで、たぶん、捕まえなくては誰やないですか、これ。ね、ちょうどたまたま電話に。たぶん、何年も。うん、母の方がやっぱいるじゃないですか、急に。別にそれは。だけ、母の名義はあんたの名義とかね。母の名義でね、要するに電話も2つなら2つで用意してあるんですよ。そう、私は行かれんもんやけ、簡単にもらって。あ、店に貼り付いとかないかんもんや。で、母につけてもらって、あのしてもらったらよかったと思って。儲けようあんたから。儲けようじゃなくて、軟禁生活なだけで、お前おいで。で、まあ、それでさ。あれ、あっそうそう、それでさ。あんた、あたしの名前か。もう、そうでしょ。もう、そりゃそう。それで自分が思ったと、あ、うん、ね、そうね、あの、思った。向こうから自分がいる。焦っちゃう。焦っちゃなくて、これが止めな、踊るんですよ、あ、あ、なんで、そう、この風でね、ボケ。ね、正しを測定しようと思ったら、ちょっと消さないかんのですよ。そういうこと。それがあるんですよ。そしたら、まあ、それが終わったらって。終わったら、終わったら、どけたらとか。これですね、売ってしまうとやったら3万6千円、うん、で、一時的に預けちゃうとやったら、うん、3万4千円これぐらいの差が出ますね、うん、で1個ずつそれぐらいの差が出ますよ、うん、2千円、そうそうそう、重さによってやけどね、うん、これは 6.5 やけん、そこまで差は出ない、うん、1000円の差がしてるんですけど、うん、2万1千円だから多分、預かれたりもないかな、うん、あ、ですね、っていうこと、まあ、そうだこれをね、して、ちょっと嫌なわけでしょ、うん、これパル、うん、なんかちょうどこう、ね、何かしてんの、うん、これだ、早いやからね、いや、早い早いなして、あの、いざっていう時に持っときにしちゃったら役に立つっていう、全然だけね、うん、売ってしまいちゃったらそういうことですよ。3万だけないね。どうしてやん。じゃあ、ちょっと待って、一応言いますね。じゃあ、売ってしまいちゃったやったら、6万9千円、ね。で、一時的に預けちゃうっていう金額がやったら、前7万くらい。ああ、そうですか。ああ、じゃあ4千円違いますよ、やっぱり。ああ、そうなんですね。それで、あとはこれが高いっていう日に目に引いちゃった方がいい。それいや、もう言うか。何年か飲むんやけ。何年かが。売ってしまう。売ってしまうね。うん、っていうことはもう6万9千円。そうそう、いや。ございますか、うん、はい。まだあるじゃん。わかりました。あと、まだ、あのね、要するに、私が、あの、売ってしまわれたらですよ、というのはね、いや、ちょっと、一応ね、ちょっとね、後からね、そうだよ。うん、あれ欲しかった、後から。っていう話を聞いたら、あ、そうか。その、ね、買い取り金じゃったらまた。あ、買い取り金じゃないです。元々の買い取り金じゃった。あ、全然それ。あったらって言ったら、あれも言っちゃうけど、ないわけですよ。あるのかよ。そうそうそう。そうそうそう。いやいや、ちょっと、あのね、結局、すっか、こいちゃうから悪いけど、うん、もう、デザイン的にそれこそお客さんは魅力を感じていたものは、それは売ったって魅力ないわけですから、デザインのシャレ通ってない限りは、これ、潰しになると。スクラップになると、もう溶けてまたこの金の塊だけの中もあるけど、もう、ないとですよ。あるのかよ。そうそう、だけ取り戻せんと。うん、それがあるもんやけど、ちょっと溶かすと、だけ、それでいいよ。もし売ってしまったらもうなくなるものはなくなりますよ。いいです。その話。わかりました。はい。じゃあ、私もあれから、解約しちゃけダメですよって話から。
昨日。でもプリントってなるこれ。でも申し込んで一週間以内だったらもその契約がまた元に戻せるからね。でなんかちょっとね。今だけあれですよ。なんか電話にね、来られたら大ごとで。そうなんですよ。それはじゃなくて、これは同じだっちゃ。あの、なくすとかいうことは全部あってる。これにっちゃもう、かっこいい。ビデオ落としとったやつ。それが、それは気持ちいい。ちょうどここのビデオの人入れとってね。あ、はいか。そっちは落とした。そうか、かかっちゃったけどね。ポケットに入れとったら、ここまで落としたっていう。落としただけじゃなくて、今度は、汗かくでしょ。人の汗でも、うわ、ダメな話ね。だけやっぱバックリネとバックリネとか。ここ、だって痛いの汗かくやないですか、こうして。夏はね。ね。うん。嫌なんですよ。あれか、やっぱ、もうね、それはもう映画だけど、ここ、ね。ちょっとダメ。うん。そう。だけどあれはいかん。ポケットに入れとんっていうのはね、やっぱ、自分の過失でもあります。うん。でも落とすっちゃう。私だからね、こうしたら、私は落とすや落とすっちゃう。みんなってなんかあったことあるよ。だけどやっぱ首から先。確かもねえ、でも首から先どこで待ってるのね。私は失敗するのは、ほとんどやっぱ落としてやばいやろ。なんか落としてでしょ、落とした。私もね。落とした。あれ壊れるもんね。それで、あの、要するに脳震盪起こしとってるね、この子。そうそうそう。6万9千円ですね。あ、ここからです。ここ落とす。あったりこういうとこ激しいんじゃない？はい。なんか本当、大丈夫そうですよ。なんだよね。なんか電話機は、私もない。いるずっと上に行って、それは、やっぱほら、ね、それは移動があるでしょ。ここ言っちゃう。言うと。はい、もちろん。すいません、それね、言うとですよ。でさ、そんな感じでもうじゃあ新しいしようって言ってから電話したらほら、今度は電話番号が変わったって言うとか偉い言わない言うてもらわないから。そうね、それも言うてもらわない。あれとか、もう5000人かなぁ。そうだよ。あ、ごめんなさい。ところで、あの、平成が内見してから、このほら若い子がもう平成やもんやけどですね。だって平成になってからもう20何年でしょ。もう、うん、もう若いって言ったってね。もう20年だよ。だって平成24年でしょ。早いね。ほらもう24歳が来るの。本当ですよ。びっくりする。ちょっと一応確認しておきますね。すいません。慣れん携帯のことで昨日から応じてる。でね、ほら、自分は日頃これはするけん、こっちの方がどんどんやっぱ進むんですよ。いや、てかこれはもう、これは商売道具やけん、せないかんけ一生懸命慣れるとですけど、結構はね、しばくあったらもう、いや、でもまあ、頭の体操でね、結構ね、携帯ってこれが集中です。はい、じゃあ確認取れましたら、ちょっと待ってくださいね。はい。本当に、切りよく7万円してあげた方が申し訳ないですね。切りよくして。これはね、一個一個話しておけば、ヒント一緒あれなんですよ。うるさいね。ごめんなさい。よかよ。あれの流れくらい。いや、音楽の流れくらい。ありがとうございます。だけ用意するときに月曜日と金曜日だけきちんとすれば、整えて、お願いしております。だけあんまりラッシュでお客様見えたときは、あの、間に合ってない日もあります、それは。うん、いえいえ、お待たせいたしました。じゃあ、間に合ったね。どうであの、ポーストラム。あ、でもさ、昼間行きましょうって、あの人とかお店回ってたら、絶対。じゃあ、ほんと、きれいにキープしようじゃないですか、体型もね。あれかも。あんまそうそうだ。いや、いいです、いいです。見習って頑張ります。すいません、あ、さっきのゲストなんですね。はい、じゃあ、どうぞ。はい。